見てパパ、ここから下を覗いてみてよ。見える？見える。チグだね。ね。お姉ちゃん、疲れてないの？筋肉痛になってないかい？元気なの？そうなんだ、時間拒絶。しょっかしょっか、大変だっけね。かわいいかわいい。あ、ありがとう。もう汗だくです。やっぱ呼吸がちょっとあれだね。これが普通？ロビーは怖くないからこういう呼吸。なんかね、春頃からの呼吸はね、なんかちょっと悪くなってきたなっていう感じがしてた。散歩中すぐに母に出すし。治るとか治らないとかいう話あったの？治らない。治らなくて、上手に薬を使っていくしかない。今はこのね、しばらく飲まなきゃいけないし、良くなったら減らすってこともあるんだけどね。お薬代は1日200円。おお、結構するね。ロビちゃん、素敵なお家買ってもらったんでしょ。ハウスで入る？あ、でも聞こえないのか。あ、そう、ハウスで聞こえないね。難しいね、教えるの。そうなんだ。自分で入るの普段？ロビちゃんは今何分お留守番できますか？20分か。ちょっと出かけられないよね。20分経ったらどうなるの？ひゃんひゃん。前にも動いてた。あ、本当？ワンワン？なるよね。かすれた、すごい変な声で。元気そうでよかったわ。ね、何が元気になって。早く食べる。あげていい？お座り、お座り。雰囲気でしてごらん。しないかな。お座り、お座り、お座り。お、雰囲気でしてくれた。えらい。うまいうまい。
し方に気に入ってくれたみたい。よかった。パパも泣いちゃうって言ってあげたらいい。むーちゃん気づいてないのかな。むーちゃん、むーちゃん、じゃあパパだよ。すごい。あ、日本株が違うかな。むーちゃん、むーちゃん、そうか、ただ単に塩だったわけ。塩だったんだわ、気づいてたけど。そんなこともある。忙しいもんね。なんか急に嬉しくなった。入学が終わったからかな。かな。すごい時間差。